よりまあ収まりましたよ、ね、どうしてもすごいすごい残念パチパチすごい泣けるまだこっちはいけてます終わっちゃっためっちゃいいとこだったのにからはいあれよ誰聞いてるこれやろうかナイフフォークでフォークでれかナイフないからフォークでじゃあ食べられる半等分そうだね半等分だから1人食べられるじゃあ1、2、3でも待ってでもそれすごく数学的じゃない数学はいせーの
兄ちゃんが加わってるけど、兄ちゃんがやりすぎて俺初めて言われた、兄ちゃんはもっと抑えてでもあの時もさ、実はさ、新しいすごいやつあったやん、誰だっけ、あれ、ポキンバディじゃん、ポキンバディじゃん、自分の歌で言ってなかった。
ね、ちゃうね。やっぱ刀剣バーディーって言うわけない。刀剣、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 バーディー、あそれ席替えしてるってことですか。あ、そうだ、メガジュじゃん、多いな。席とかもない。あ、俺、この間無料でルーレットアプリ落としたの。すごい。何に使ってんの。いや、俺もすごい、なんか運営から今すぐやめろって思った。連絡がびっくりした。そして静かに、なんかトラフィックライトの曲勝手に流すんだとか言われてた。すいません。俺、目のルール作った。あ、すごい。すごいじゃん。それえ、リバースエンジンあんま変わらない。白くスランプ。これ無料なのすごくない。兄ちゃんなしで。兄ちゃん5位だから、ね、ちょっとわかんない。俺そこがいい、兄ちゃんとこがいい。リバースエンジン無理。本当にいい。どうせまた2番線。人減らしていかないでしょ。白く消せば選ばれた人できない。決め方としてはちょっとルーレット向いてない。あれだよ、兄ちゃんがやってくれたのに。俺すごい無料なんだよ。兄ちゃん恥ずかしくさ、兄ちゃん恥ずかしくなっちゃった。ありましたね。
たいなとかは。よりものくにさ、喋ったことがあって。ああ。あれは、ね、俺さ、もうちょっとさ、いいこと言おうと思ったのにさ、なんか緊張しすぎて、後半全部言い損ねて終わった。結構は、うん、あれだってさ、一応台本はね、まあ書いてはあったけど、自分の言葉でいいよってことで、まあ台本、みんなこうアドリブでね、そう、まあ2番センチぐらいだよね、台本通りやったなんか、いろいろそれ今の正直話すると大事なものでしょとか言ったら壊れてるんですよ。
そう、俺のから直してからやればいい。マイクで片手しか使えないから。俺もテイクでもないよ。ちゃんと大事なもの。俺さ、後半のさ、なんか迷ったりとかとさ、助けに行くとか、それになってさ、曲かかるじゃん。わかる。あのイースト超好きなの。わかる。あれだけで泣けない？わかる。それぞれの部屋で。そう。大卒で見る時もちょっとあれ聞いて、ああだったな。1CD ぐらいですから。前向きやねん、あそこ。そうですね。あの、全国の時はフィルターの動画やったら、ほんまに思い出せよ、お前みたいなこと言ってるけど、しまくぞ、お前みたいな。しまくぞ、お前みたいな感じだったのが、ほんまにしまくしな。あの時は、なんか、ブラジル分かってるでしょって。だから、半分も思い出してるでしょって。優しく言ってやるとかあるけど。でも、ゲルターの後ろにいると、あそこに、なんか待ってる時が勝負やねん、俺。4日前4日前4日から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 
余韻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 ファイナルの次の日さ、一応そんなに予定があったんじゃなかったから、ファイナルの次の日だから、やっぱりちょっとカーコンもあるから、ちょっと練習とかしようかなと思ったんだけど、あまりにも控えすぎて、めちゃくちゃ寝ちゃった。俺もね、全然動けなかったんだけど、めっちゃ寝たわ。ハオちゃん、どうして昇級を出して、俺も今。俺、5年ぶりぐらいに親と過ごしたかも。インフルエンザになったと思わなかった？あのこの付け根が全部痛くて、そうそう、背中とか痛かった。背中痛かった。疲れすぎて。でも俺まだ痛い。背中。マジ？それ内臓やられてんじゃないの？大丈夫。やる意味。でも大丈夫。いい会場でさ、なんか無条件ってそれだけでさ、やっぱなんかどうしても体がさ動くからさ、お客さんの熱量にそれに対するこうね、俺たちは負けちゃいけない。ないじゃない感じの人たちが僕やね。普段よりもね、あとあれですよ、発表があった。あ、足引っ越横浜ですよ。なんかさ、あの私会場を調べて見てみたんだけど、あれだね、俺さ、ひなフェスやってるとこだよねって言ったけど、違ったね。あ、でも、あそこは、多分、まあ、そうパシフィコだけど、違う場所とか、そうそうそう、いろんなライブ会場が、マカワリメッセみたいなの。そうだよ、なんか、検索したらさ、ホールが出てきて、でもまたすごかったね、でかさが。いや、もう、あれ、でかすぎ。あれ、人入ったら、やばいじゃない。やばいよ。何時だって、8月4日ね。
また今回のね、アルバム出させてもらうから逆にさ、全然やってへん曲とかやっぱやりたいな、俺、確かに結構、そう結構やってる全然やってない曲なんだからちゃんとステップとかちゃんとステップあるもん今は、従来くカレー麺やったんですよ、あ、そういう関係でもラックのレパの方が知らんと思う。ラックレパは全く知らん。今回ちょっとやったね。マシュル。ああ。え、タサジナルは今ねあれじゃない？研修生とか。そうそう。花ドラゴンやったね。花ドラゴンとかみんなでやった。花子とかみんなでやってたんだ。原曲のやつやってたんだ。なんかさ、悲しげフォトグラフ何パターンあるのあれ。多分ね、3つぐらいある。元のやつと、ソロと、あと中野でやった時は椅子使ったやつロングバージョンみたいな。俺最初椅子使ったやつ。ポイちゃん、ポイちゃん5人バージやりや。え、入りたい、ポイちゃん。あそこ、いいよ、こんみんなでやりたいの。え、なんかさ、ボイちゃんはほぼ音源ですよ。そうだよ、あの、大人っぽい人とか。キモカワトーラスになるでしょ。かわいい、懐かしい。子供やもんな。あとなんだろう、ボイちゃん、ボイちゃんって一応、BP もあるじゃん。あ、そう。初めて。なんか、牢獄みたいな。BP で思ってさ、すっごい昔だけどさ、ドントルックバックとかさ、MV 撮ったよね。あ、ハリビとか、ハリビじゃないわ。ダイヤ、ダイヤ。ダイヤ撮った時ぐらい。後ろから目線を下の方に。あれはそう。素材とか、素材はね、一応撮ったんですけど。形にならない。形にならない。これとか、ちょこちょこな。確かにそう、あの時期に何個か素材をコンパクトペーって撮っといて、そうそうそう、また一緒にされてるやつ。あ、その時その時。枝豆巻き。結局何撮ったんだっけ？ドントルックバックが結局使いにくくて、お蔵入りになったって。でもね、ドントルックバックだけだった気がする。ダメだったの。あ、あとあれ、あと彼のソロ。あ、そう、彼のソロだよ。本当に決まりプリントを送ったんですよね。ちょっとね、やっぱ事情があったんで。でも俺、今ドロドロ持ってて、俺がソロを持ってて、え、めっちゃ見たいじゃん。めっちゃ見たい。めっちゃ見たいじゃん。グリーンバックで、箱の上にポイちゃんがこう、なんか置いてて、こうやって飛んでる風にするんだけど、めっちゃうまい。そんな、素材の素材だと言うんだよ。普段から空飛んでるみたいな。そんなことあんの？みんなに、うまい、うまい。だから、やばいかも。いやでも、あなたたち3人もそのすごいなと思うんだけど、俺やっぱ中野の宇宙で夜空見えたもん。星空めっちゃ見えた。最後のすげえなーと思って。でも見えないものを見る力。あ、確かに。偉くなった。もしなんか言ってセットリストを自分たちができやったら、久しぶりの時に僕がやりたい。希望、希望、希望一人に行くぐらいみたいな。あ、いいじゃん。自己中とか全員でやっぱやりたい。あ、結構やってないから。中野でやっただけか。そう、中野でやったし、中野でやったの。あの、今回発売されました。あ、そう、出ちゃう卒業の中野サンプラの DVD も9人と使います。10人ですけど、言われますので行けます。痛いみたいに。まあ、キャンパーは
な一人ずつ誰か連れてきてあ、そしたらそうだ、ね、バイバイ、バイバイ、逆に入れない人そしたら生まれる一人連れてでもあれだよね、そうやって連れてくる人をもうその人のお友達も来たいって思ってくれるような感じで、あとはあの昔来てたけどね、最近ちょっとご無沙汰な人を割と呼んでみたりとかね、びっくりすると思うじゃん、結構成長したと思うよ、だいぶ西ホールすごいいい景色だったから、こんな感じになるのか想像つかない、ね、また中野とはちょっと違った景色だと思う、広いところで買ったことあるよ、わかりメッセージのイベントか、でも多分自分たちのことを好きって言ってくれる人だけの空間とか全然まだ、いやーすごくない、自分たちの幸せだ、全員俺たちのことを知ってる人たちがいるって考えたらもういいよ、そうだね、さすがにだってさ、そういう外部のイベントで起きることさせてもらってもあの声援は聞けないもんね、そうだね、そうだね、今日さ、マジックを決めたらもうあと1個でいい、そうだね、どうか今は倍ぐらい違うってことになるのかな、でもだよ、その走り取り来てくれた人たちが一人ずつ入れるのバイバイゲーム、そうか、バイバイにやってきたか今まで、でもみんなが呼んでくれてる子たちはきっと多い気がする、だってさ、他現場の人たちはやっぱりさ、他の現場を行ってる子たちって正直目につくかわからない子たちが、でもそれでもこう面白いから来てよってさ一言言ってくれて来てくれたらさ、でこんだけ人がいたらさ、人を誰か好きになってくる、例えば2番君好きになる確率が高いんでしょうね、急にどうしたの、今までいい感じだったのに急にどうしたの、そう仕事したのなんでそんなに嫌いなの普段からもう普段からじゃないんだでもみんな学校とかで今日してるんですとか言ってくれるよ、ありがとうございます、あとさ、ね、お母さんと来てくれる人増えてるの最近、白の方意外と人気高いよ、どこと付けだ意外とありがとう実はここで気まぐれプリンスの能力発動、やっと気まぐれプリンスの能力発動、気まぐれプリンスの能力発動、なんと今まで広報担当でした、配信3時間にしてやっと配信3時間にしてやっと思ったやら気まぐれプリンスの役割、準備してる最初ちょろちょろして邪魔してあげたせっかくなんで、じゃあここで自然な感じで今俺から距離取ってのびた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 すまないから今からスクリーンさんはダメやから怒ってますよ、怒ってるよ、はい、どこで見せたらいいの、あれか、いや、巻いた方がいいよ、巻いた方がいいよ、巻いてということで、ちょっと合うかな、来たー、いけそう、でかい、人通りより
か、ラゾーナに入るとこと、その広場に行くところと、こう、2箇所に分かれてるんだけど、その広場やってるとこは、すごいよ。人の中入ったら、ドームかと思うぐらい。半円形みたいな。そうか、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 扇形？なんか、最初ぐらいできてるよね。グラスステージ、グラスステージ、グラスステージ、今回4カ所ということで、いつかね、いつかでもいいんで、いつか札幌ファクトリーでね、そうあのね、みんなさ、もう全部の大きいとここれでできたねって言ってたじゃん、前ね。でも、札幌ファクトリーやってないんですよ。作曲した人からもう聞いてる、これやばいよって、だから発音する前に
その話を聞いたら、うん、ちょうど他の曲の録音があって言ったんだけど、これは早めに詳細を決めないとやばいって言ってたよ。作曲の人がそれぞれみんなにやらせるなんかあるから、ね、だったそうです。あれ何で決まったの？ファンミ、韓国よ。みんなソウルファンミのあ、そうだわ。ソウルファンミのジャンケン最終的にね、別の手が面白くない。そうね、結局おなじみだったよね。あ、そうかそうか。まあでもさ、いつになったらさ、その入るんやろみたいな。あ、そうだよね、うん、逆に忘れてたみたいな。あれ、アルスファンミンってディーラーより前だっけ？まあ、全然今年の初めの頃だろ。そう、だってあ、ハイワーファンミンが売れたし、ハイワーファンミンが売れたし、ハイワーファンミンが売れたし、今は前だよね。台湾か、あのあれあげた時だよね。台湾みんなに初めて D 衣装で思ったすげー壁に落ちられたところや。そう、壁に落ちました。あー、そうそうしたね。台湾だ。台湾で、あ、俺がショーで立った一人ダップダップ。そうだそうだ、思い出した一人ダップダップやってたびっくりしたもんね。かわいがさ、カメラ寄んないような小さな場にさ、変なのって変なの俺は頑張ってたよなんとかこう面白いと思ってもらえるぐらい。バカバミやりたいな。バカバミやりたい。バカバミやりたい。定期的にある。あれ日本かな。次バミやるとしたらじゃあみんなどこ行きたい？わあ、いいのどこでも。はい、行こう。ニューヨーク。おお。どんだけ。めちゃ遠い。あれが金かかるな。ブロー、みんなでブロードウェイ鑑賞。全然行きたいけど金かかるな。1人当たりいくらも用意。リアル多分10万20万じゃ無理じゃん。40万ぐらいかかる。40万はかかる。誰だ来てくれる。最悪9人でもある。それもう行くて。それで DVD 撮っといて最高用にどんだけ金かかる。俺らが遊ぶだけ。でも日本でもいいな俺。ジャパン派の人は俺でも行ったことないから沖縄行きたい。え、ないの？あの、みんなでファンミやった時にいなかったから沖縄ファンミやりたい。でも沖縄は意外とさ、なかなか行く機会がないところやから。行くとすごい面白いよね。すごい面白い。意外と異文化。そう、外国行ったみたいな気持ちになる。一緒に行ったよ、この間の旅行とか。そうだね。すごい楽しかった。やっぱでっかいカタツムリにわーとかって触ろうとしたら、そこかわいいよ。めっちゃいいかも。そうだよ、だって原稿だったもん。ちょっとピービ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 うるさい。壁にも床にもいるから。あれ、一番最近行ったのに旅行じゃないかな。あ、でもあの時はまだいなかったの。沖縄市内で何か行った時に、でもツアーじゃなかったから。ツアーじゃなかったから。ドラライとかに行ってやった。桜坂セントラルでやったのホテルの前に着いた瞬間に、車降りたらすぐそこにカタツムリがいて、こんなん、これぐらいの。それは、それはいいっすね。バレる、嘘だって。このくらいだね。それはちっちゃいわ。これぐらい。沖縄の人見てる。なんか大きいおいなりさんぐらいのカタツムリが歩いてて、ね、ちょけんで触ろうとしたら、絶対触らないで危ないです何かと思ったら、命狙われてるかと思ったら、こういうの毒があります。そんな猛毒のカタツムリを言うな。ドバイもね、どこのこと外歩かすもんじゃないよ、あれは。自治体はどうなっているんだろう。大変なのよ。どんな自治体の人見てたら。すみません。ね、ハムもいりゃ、もうそんなのもいりゃ。あれ、捕まえたらいくらかもらえるのかな。そのハムがもらえるからね。なんか、あれ、駆除代みたいな。駆除代。へぇー、生け捕りにしないといけないね。あ、そうなんだ。ハムさん、マングルスは何してんの、その時。
マングースって野生のマングースと思う。だってハブルを倒すのがマングース。あれは持ち込み。持ち込み？小型化をするだけやろ。あれハブルをなんか駆除するためにマングースを外から入れて依頼害虫ってこと。そうそうそう。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。
上メンセマでした。さよなら。